こんにちは、テクノポートの徳山です。今日はグローカルソリューションズジャパンの深野さんをお招きしまして、製造業が海外販路開拓を行う際でどういった手法を取っていけばいいというお話について伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私、一般社団法人グローカルソリューションズジャパン代表理事の深野と申します。私は企業の海外販路開拓の専門家で、これまでに製造業を中心に47カ国での新規販路開拓をしてきた実績があります。このコロナ禍の影響で海外の渡航ができなくなり2年近くになりますが、これまでにオンライン商談で100社を超える企業の販路開拓を支援して実績も出してきました。今日はコロナ禍で海外展開がうまくいかず困っている方のためにお役に立てる話をしていきたいというふうに思っております。それから私自身ですが、会社員時代は中小メーカーの海外業務で多くの新規の販路開拓で実績を作ってきました。その実践経験を体系化して、それをノウハウ化したことによって中小企業の販路開拓を支援しています。今のコロナ禍の変化に対応した役立つ話をしてまいりますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ありがとうございます。それでは早速本題の方に入っていきたいと思います。それではまずですね、製造業が海外販路開拓を行う際に取り得る手段を一通り教えていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。まず一番王道のパターンというのが、海外の展示会、自社のマーケットに合致した展示会に出展してみるということがあると思います。これはもうご存知の通り、この2年間ですね、なかなか展示会に出展できない、例えばドイツに出展を予定していた会社が展示会が延期になったり中止になったりということで、なかなかうまくいっていないという現状。その他にもオンラインの展示会も最近は増えてきたりとか、それから直接海外の取引先とお会いできないので、ホームページに直接問い合わせるという試みを今までやったことない会社もやっているという話を相談企業様から聞くことが多いです。その他にも越境 EC という方法があるんですが、これは例えば健康食品を製造販売している会社が海外の越境 EC に直接出して健康食品を輸出して現地で再販するとなると、いろんな許認可があるので、まずはその許認可をスキップして越境 EC で売っていこうというようなんですね。それからウェブマーケティングを力を入れていこうと、心にもなってるかなと思います。それから最近ジェトロさんとか様々な公的機関においてオンライン商談会というのが行われていて、オンラインでマッチングをしてくれて、そこで商談をするというような流れがあります。ものづくりの業界ではちょっと珍しいかもしれないですけど、クラウドファンディングを活用して特に一般消費者向けに製品を作っている会社ですね、取引先が B2B であっても最終的に一般人が使うような、例えばキャンプ用品とかそういった一般の方が使うものを海外のクラウドファンディングに出して問い合わせを得るというような方法も試みている会社が増えてきています。それから私どものような販路開拓の会社を活用するというような方法があります。一般的には最近多いのがオンライン商談会にまず出てみるというのが、初めて海外のマーケットに出るという会社が試みる一番最初のステップとして多いんですが、商談の準備がうまくできていなかったり、なかなか成果が出てきていないという会社が非常に今増えては現実ですね。日本だとリアル展示会がオンライン化しているところが多いと思うんですけど、はい、海外の展示会もオンライン化しているような形なんですか。展示会自体が全部オンライン化はしてるんですが、はい、なかなかうまくいかないなという、はい、あの話が日本も海外も同じ、同じですね。一般の展示会ですと偶然商品を見かけたりとか、その会社の情報を見てそこから話が発展するということがあるんですが、どうしても展示会ですと事前に検索されて興味があるところしか見ないということがどうしても起きてしまうんですよね。情報発信がうまくないとそもそも見に来てもらえないという現象が起きてますね。コロナもいつ落ち着くかわからないんで、引き続きリアルでっていうよりはオンラインでの施策を進めていくっていう感じですか。そうですね。あとは我々が実践していることですと、すでに販路を持っている会社、あるいは現地に我々のビジネスパートナーから紹介をもらうような形で、現地の人たちのネットワークを使ってそこから商談相手を見つけてきてもらうというような方法も非常に効果を出しています。それはすごく効率的そうですね、はい、次に具体的な進め方についてお伺いしていただきます、はい、それでは次に海外販路開拓の具体的な進め方についてお伺いしていきたいと思います、はい、まず海外の販路開拓で一番やってはならないパターンを先にお話ししておきたいと思います。これは実際に昨年相談をいただいた企業様なんですが、経営者の方がうちはベトナムだと、ベトナムに進出している企業はとにかく多いからいいはずだと決めつけて海外業務に指示をしてベトナム展開を始めたんですが、私がお話を伺っていくと、日本国内でのニーズと海外でのニーズに違いがあってですね、すでに国内ルート経由で台湾、中国、韓国などに
感度があるんですが、どっちかというとハイテクな業界に実績があるんですね。国内では幅広く実績があるんですが、海外ではハイテク産業でしか実績がないという状況下においてベトナムへ進出するということを経営判断で決められてしまって、そもそもが間違っていたということが話を伺ってから分かってですね、こうなってしまうと後戻りするのが非常に大変で、動けば動くほど経費が出ていってあっという間に1年が経ってしまうというようなことがありますので、まずやってはならないのは世の中の流れとか周りの同業者が言ってるからということで直感的に販路開拓を決めてしまうのはやめた方がいいと。そうならないためには事前に仮説を立てるということが必要になってきます。なぜこのマーケットに自社の商品が受け入れられるだろうというところを仮説を立てていく。初めての場合には特に海外の情報がありませんので、国内の実績をもとに仮説を立てていくということが非常に重要な要素になってきます。仮説を立てる段階で自社のお客様が何を評価しているのかということを事前に知っておくということが重要になってきます。それと同じような要素で海外で自社が優位性に立てる部分は何なのかというところを仮説を立てていく。そこがまず第一のステップということですね。次に市場調査をして仮説が合っている部分と違っていた部分が必ず出てきますので、そこのすり合わせをして、それから販売店の開拓をやっていくというようになります。販売店の開拓も商談をして取引をしてくれるかしてくれないかという視点だけで見るのではなく、取引をしてくれるんだったらそれは素晴らしいこと。うまく話がまとまらなかった場合、なぜ自社の商品を販売店に売っていこうと気にならなかったのかというところをしっかりとヒアリングするということが大事です。実はこの販売店の開拓というところがリサーチも実は兼ねておりまして、大きな企業であればしっかり市場調査をしてプロセスも全部考えた上でスタートすると思うんですが、中小企業の場合そこに資本をしっかりとかけてやっていくという余裕がなかなかないですから、やはり営業しながらリサーチをしていくと、考えながら進めるという流れが必要です。こういったことを繰り返しに仮説を見直しながら次の手を考えて、だんだん正しい方向に近づいていくというやり方が必要になってきます。やはり国内の実績をもとに自社の強みってこういうものだろうという仮説を立てて、その強みが狙っている地域に対しても受けるのかというところを市場調査していくという形ですよね。中小企業でもそんなにコストかけずにできるような市場調査法とかっていうのはあったりしますか？はい、一番いいのは販売店候補の会社と商談をしてみるというのが一番いいです。例えば自社の実績をもとに自社の強みが一番生きる業界が海外同じようなお客様がいるのかというところで探して、なぜ国内の強みを海外でも同じように生かしていくというふうに考えるかといいますと、2つの強みを作るのってすごく大変ですよね。でも今国内でやっている強みがそのまま生かせれば、新たな投資をしなくても事業を拡大できる可能性が出てくるわけです。ですからまずそこからいくというところが非常に大切になってきます。何のコネクションもない時に販売店とまず知り合わなければいけないと思うんですけど、はい、そのメーカー時代にどういった販売店を開拓されていたのか。これはいくつかやり方があるんですが、まず自社と競合しないメーカーに知り合いがいるかどうかっていう非常にアナログ的な方法ですけど、自分の人脈、社長の人脈、会社内の全員の人脈、取引先商社の人脈を使って自社と競合しない同じお客様を共有できるメーカーの情報収集をします。そこでどこと取引をしているかっていうのを見つけていくっていうのが非常にアナログですが、紹介をもとにアポイントを取るっていうのは空振りがありませんので、そうですね、まずはそこを狙っていくということが一つ。それから私がいたメーカーは顕微鏡のようなでしたので、例えば研究所で使うとすると一連の流れがあるわけですね。その流れの中で前後の順番になるような商品であるわけです。例えば光学顕微鏡であれば X 線で中を見るという技術だったりとか、超音波でその傷を見るという技術だったりとかして、一連の流れに入っていける装置は何なのかというところをリサーチして、でそこの例えば日本で同じようなメーカーがあれば取引先を探してアプローチしていくというようなのもかなり有効ですね。あと3つ目としては、国内で日本の大手メーカーさんが購入して現地へ持っていくというパターンがありますよね。時々あるのが、そのメンテナンスに現地の会社を使ってたりすることがあるんです。例えば自社の商品が日本経由で調達されて中国の工場に行きました、どっかの会社がメンテナンスで関わってたりするってことが時々あるんですけれども、その現地の会社経由で紹介してもらうっていうパターンもあります。ですからいかにすでに取引のある会社から紹介をもらうっていう、でその時にただ紹介をもらうんじゃなくてちゃんと狙いどころを定めて紹介をもらうっていうところが非常に大切だと。いろんな販売店を渡りながら自社が進出すべきターゲットエリアを決めて、はい、販路開拓手法を選んでいくという形ですかね。はい、大切なのは毎回ちゃんと仮説を立て、それを試してうまくいった部分とうまくいかない部分をちゃんと検証して、また次の仮説を立てということをちゃんと繰り返していくということが非常に大切です。ありがとうございます。